はようございます。沖縄の関です。今日もね、ポケトルやっていこうと思います。ただちょっと今日は、いろいろやってるんで、声が小さめで、よろしくお願いします。さて、それでですね、まあ、昨日、おとといか、スマホ版のポケトルの方、フレンド募集をしたところ、結構大勢の方からフレンド申請がありました。ありがとうございます。まだですね、フレンドの方、枠がありますんで、この動画の概要欄に、フレンドコード、前回動画の概要欄やコメント欄の方にもフレンドコードが書いてありますので、ぜひですね、フレンド申請していただけると嬉しいです。スマホ版のポケトルは常に、フレンド増えて盛り上がってきたので、3DS 版だけじゃなくて、スマホ版の方も頑張ってやっていこうかと思います。昨日のもね、スマホの充電切れるまで、ずっとポケトルやっていて、もう夜中ね、ミュウツーの、イベントの方がですね、現在、レベル40ぐらいのステージまで進むことができました。確かあっちのステージ、レベル70、それぐらいでしたっけ？あら、はい。確か2月6日までだったと思うので、残り3日間でそこまでいけるかどうか、いけるように頑張ってます。最後のステージまで行ってですね、いけるかな、本当にいけるかなって言ってて不安になってたので、レベル30超えたあたりから、ちょっと難しくなってきてですね、残りね、レベル70までだとしたら、あと、残りね、3日間であと30ステージ、1日10ずつ進んでいければ、いけるとは思うんだけど、相当厳しくなってるんで、いけるかどうかわからないけど、いきたいね、そこまでいけるのを目指していこうと思います。で、3DS 版の方も、3DS 版の方は今、ステージ30くらいかな。20か30、それぐらい、とにかく30ぐらいの子も。なので、こっちもね、今から追いつけるように頑張っていこうと思います。なかなかね、3DS は布団の中に持ち込めないんだよな。昨日は、スマホのバッテリー充電切れたので、夜みたいに一度持ち込んだんですよ。始めると同時に寝落ちしましたね。3DS の充電が切れた 3DS が枕元に朝になって転がっていたという状況で、朝から充電して今ようやく充電ある程度できたので、こうやってやってるって感じでございますね。さて、そういうわけで今回のこの球根もやたらと強いんだよね。どうしちゃったんだろう。ちょっと苦戦してるんだけど、ずっとこの一応クリアはできたけど、球根で結構時間取られたな。そして、ハートもちょっと溜めといたやつ結構使ってしまったんで、どうしよう。ミュウツーは育成したいんで、今ハートの予備が30ぐらいあるのかな。ちょっと順調にいくには、今ステージのレベル30までいってるとしたら、あと40必要なんだよね。頑張っていきます。ちょっとこっちの進めるペースが落ちるかもしれないけど、そしたらそれはミュウツーの方頑張ってるのかなということで、ご理解のほどよろしくお願いします。さあ、頑張ろう。簡単に攻撃。よし、こっちは割と簡単に取るんじゃないか。スムーズにプレイできた。ただところどころ本当に難しいステージがあるんだよね。どうしたらいいんだ、どうしたらいけるんだろう。さあ、手数20、メガ鬼氷。いくよ。これがこれで怖そう。怖そうなやつ来たぞ。いけるかな。いけるといいんだけど、いけるかな。ダメっすかね。
あと3でこんだけ残ってると相当きついんじゃないかな。ダメでした。ダメだった。ダメだった。うん、もう一回、もう一回いくよ。今度こそいけるように頑張ろう。このクリア、ステージもクリア、鬼ゴリライトをゲット。さて、それで、残りのハートの数はいくつだ。残りのハートの数は32。だいぶ減ったね。よし、というわけで、まあ、今回はこんなところで一旦終わります。よろしければですね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。そして、メンバーを募集してますので、ぜひ申請よろしくお願いします。というわけで、まあ、今回はこの辺で、それじゃあね、バイバイ。